あ、あれっぽい。やったぜ。逆転。でかー。ハーモニカ。すっごっ。猫ちゃんもいる。これが夜のトンローか。これ。今タイはバンコク BTS のチットロム駅にいます。エラワンでお参りをしまして、ここからワットパクナムに向かいます。ちょっと汗がすごいね俺これ汗です、チットロムからワットパクナムに行くんですけど、行き方はですね、調べたところによると、まあいろんな行き方があって、タクシーでも行けるし、電車でも行けるし、なんかバスでも行けるっていう感じのを見たんですけど、せっかくならちょっとね、電車に乗って、でちょっとタイっぽい移動の仕方をしたいなと思ってて、電車で行ってソンテウっていう乗り合いのバンに乗って行こうと思います。なんかね、すごいタイっぽい乗り物だったんだよそれが。BTS タラートプルー駅、タラートプルー駅からなんかトラックみたいな、トラックの荷台に乗るみたいな、そういうバンがね出てるらしいんで、それに乗りたいと思います。行ってみましょう。タラートプルー、タラートプルー、タラートプルー、今チットロムでしょ、これだ。59番タラートプルー、こう行くのか。59番、あ、小銭しか使えなかったんでここで買います。タラートプルー、タラートプルー、タラートな、タラートー、行ってないかです。いけたいけた、カプカー。お、これに色がついてるってことはこれでいいんだよね。さっき食べた激辛ガパオが効いてきた。腹痛くなってきた。やべえ、今絶妙な、こう、あ、なんか来るかも、あ、あ、なんか来るかもって感じ。胃が、明らかに胃がもたれてる。旅で激辛は食べない方がいいですね。サイアムで降りました。ここで乗り換えをしなきゃいけないっぽいんですよ。ただ乗り換えのその路線がわからない。シーロムライン、シーロムライン、なんかこう案内表みたいなのがねえな。あ、下に降りたら、何この、下にも電車が、これ2段になってんの、上と、2段になってんだ、両方ホームだこれ、何これ。うわ、さらに分かんなくなってきた。今ここにいて、俺はタラートプルー、タラートプルーに行きたいんですよ。あ、これだ、タラートプルー、これに行きたいから、この路線だから、これアトチャダマリ、これだこれだこれだ、これに乗ればいいんだ。ただ乗り換えするだけなのに、初めて来るところだとこうも難しい。しかしこの駅すごいな、めちゃくちゃ広いな、すっごい広いんだけど、この間隔が。でそれでこの上にもホームあるからね、どういう作りの駅なの。電車待ちます。来た来た、めちゃくちゃ眠くなってきた。歩いて汗かいてご飯食べたらめちゃくちゃ眠くなってきちゃった。結構歩いたな。やっぱ昼過ぎぐらいだとめっちゃ暑いっすね。危ねえ、乗り過ごすとこだった。タラートプール着きました。やばかったぜ。別に寝てたわけじゃないけど、ぼーっとしてたぜ。着いたぜ。おー、タラートプールだ。ここをね、3番出口から出るみたい。こっちですね。3番出口をまっすぐか。おお、なんか広々としていいですね。でっけえショッピングモール。高速が真横にあるんだ。し
しかしあれですな、びっくりするもので、もう2日目にして緊張感がなくなってますね。まあこれいいことでもあり悪いことでもあるよね。まるでこう普段から住んでいるかのような気持ちでね、電車にもなんか乗れるし、まあ、それっていいことだと思うんだけど、まあ海外旅行中だしね、なんかあったら怖いから緊張感は持っていた方がいいですよね。ね。なんか更地がすごいね、ジャングルみたい。あれ？てか俺適当に喋りながら来ちゃったけど、これ3番出口だ。あ？これ何番出口？やべ、喋りながらで見てなかった。ググロ、ミスった。あっち側が、あっち側で降りないといけなかった。この道路挟んで向こう側のバス停だ。あっちゃ、戻ろう戻ろう。気づけてよかった。ここか、間違えた間違えた。戻ってきまして、今俺あっちで降りちゃったんですけど、こっちですね、手前だ。てか3って書いてなかった。書いてねえや、むずいな。さあさあ、この M マークのショッピングモールをまたいで、こっち側の道路、こっち側にですね、ここまっすぐ行くとバス停があるみたいで、ソンテウっていう乗り物らしいんですよ。なんか赤い、目印赤いバン でそれに乗って行けばいいっていうことなんだけど、どれなんだ、ここだ、おそらくこのバス乗り場、ここに来るはずです。待ちましょう。てかなんだここは、どういうところだこれ、マーケット、何売ってんのこれ。うわ、スマホケースだ、しかもキャラものだらけ。うわうわうわ、すげえすげえスマホケース。うわ、こっちもすごいな、これ全部スマホケース。それっぽいのが来ないな。俺が調べた記事がもしかしたら古いやつで、もうもしかしたら走ってないのかな。いや、赤いバスみたいな来たけど、あんな感じじゃないんだよね。もっと車みたいなやつなんだよ。ここで待ってたら来るみたいなんだけど、来る気配がない。喉渇いたな。すげえ今水が買いたい。でも今水を買ってる間に来たらどうしようっていう。ダメだ、限界だ、水を買おう。ここら辺売ってないかしら。あ、なんかいた。 Please、ウォーター、ウォータープリーズ、ウォーター。ポップカップ。お店の人いないなって思ったら床で寝てた。あ、うまっ。ああ、生き返る。あ、あれか？あ、あれっぽい。このバスの後ろのやつじゃない？あれじゃねえか、赤いバン。ワットパークナム、ワットパークナム、これだ、乗れた、これこれ、これがソンテウだよ。うわー、めっちゃ揺れる。いや、タクシーでもよかったんだけどさ、こういうのに乗りたかったんだよ。やったぜ、すごいぜ、これはめっちゃ揺れるけど気持ちいい。え、あ、あれがベルなんだ。降りたいタイミングであれを押して好きに降りるシステムらしい。すげえ、
やべ、一人になった、一人になっちゃった。お、あれ、ここ、あ、着いたっぽい、ここ、おう、はい、おう、ポンプか、タチバーツだった、着いた、ワットパクナム、ここだ、今どこ、あ、ここだ、こっからこう行くの、おー、あ、これこれこれだよ、これが見たいの、行こう。いや、ソンテウめちゃくちゃ気持ちよかったんだけど、いやー、いいね、なんかタイに来たって感じした。語彙がなくて申し訳ないけど、タイの風を感じたね。待っててよかった、ソンテウを。やったやった。うわ、え、野犬、え、犬、定期的に犬いるよな。こっちに大仏があるらしいです。ここら辺、ワットパークなん、どこだ、大仏、 あそこに書いてある、あ、うん、これだ。うわ、でかっ、うわ、あの足元の花しか見えなかった、え、でかちょっと待って、え、どんだけでかいの、はすごっ、昔話のでかさじゃん、え、最勇気じゃんこれ、すげえ、何メートルなの、すーげえ、こいつは凄まじいわ。いや、このでかさ伝わるかな。いや、これ信じられないぐらい、これね、動画だと、うわ、これ写真撮ってもらいたいな、ちょっと頼むか。すごい、トム・クルーズ2の人がいるんだよな。あ、Hey, please, take a picture, please. Yes. Okay. So, you are there? Mm-hmm. But it is too big. If you want to... It's okay for you? Okay, okay, okay. Thank you. Thank you. ハーモニカ、おお、ナイスソング、おー、ナイスソング、グッド、センキュー、ハーモニカのナイスソングプレゼントまでしてくれた。ハーモニカ吹きなのかな。めっちゃいい写真撮ってもらえた。あまりにでかすぎるとすごいね、なんかでかいと感動するんだな、やっぱ人間って。すごいわ、これはぜひ生で見てほしい、感動すごいよ、ほら見える？パパタイにいるんだよ、うん、そう、タイにいるの、タイ。うん、めっちゃ寂しくなっちゃった。いや、ここはいつか絶対家族3人で来よう。よし、次はあの気になってたあの綺麗なインスタ映えのところ行くぞ。これだ、この中があの緑色になってるところみたい。うわ、これもすげえな。あっ、今2階、あ、ここだ、こうやって行くんだ。
おお、うわ、何すごい、なんだこのボス戦のような雰囲気がすげえ。うわ、すごい、うわうわ、なんかちっちゃい仏像が何個も何個も置かれてる。うわ、これ全部そうなの、すごいな、仏像のゾーンだ、仏像。あ、エレベーターがある。あ、動いてないのか。ここは、あ、なんか、あ、書いてるな、今書いてんだ、あれ。うわ、すごいすごい、うわ、すっげえ、手書きで書いてるんだな、これ。一番上、この次が一番上、果たして。うわ、すげえ、すごっ、うわー、これはすごい。なんだこれ、綺麗。え、これ下のが手書きだったっていうことは、これも手で書いてるのか、人が。はあ、すごい。いや、なんだろうこの感じ。あのね、ここの中がめっちゃ快適な気温なんですよ。なんか寒すぎず暑すぎず、めちゃくちゃ快適な気温なのね。なんかそれも相まってか、なんかずっとここに入れちゃう、ずっと座ってなんかこうやって見てたい。すげえ、感動しすぎて回ってなかったわ。ぐるーんと右回りなのか、これもしかして。すげえ、よーく見るとこの細かいこういうのも、あれ、俺ずっとさっきいたとこは正面だと思ってたけど、もしかしてこっちが正面多分正面とかないんだろうな、きっと。な、ないない、うん。帰ろうと思ったらこれ外出れる。あ、すごい大仏の背中。あー、すーげー、うわー、高い高い高い。おお、今5時前16時45分だけど、まだこんな明るい。あっ、あっちにも大仏ある。でかっ、でかいの2つあるんかーい。あっ、でかい象だ。ええ、あれは何、ここは何。あっ、川越えてだ、川越えないといけないんだ。あそこは何なんだろう。すごいね、あのタイってコンビニの数より寺あるらしいんすよ。あ、へい、あ、最近パシャリ、大仏の背中と俺。なんか本当にめちゃくちゃベタなこと言うんですけど、こういうの見てたらなんか日々の悩みとかすごいちっぽけに感じますね。どうでもよく思えてきますね。なんかすごい頭の中がすっきりしたような感覚。はあ、風も気持ちいいし、最高だな。出ますか。いやー、楽しいんだ。なんか正直あんまりこういう、まあ神社巡りとかあんまり興味は、昔からね、あんまり興味がないタイプの人間だったんですよ。
なんですけど、なんだろう、やっぱ大きさなのかな、迫力なのかな、まあ一人でここまで来たっていうのもあるのかもしれないけど、ぐっと心を動かされてしまいました。ちょろい人間です僕は。でもちょろくてよかったなと思います。ここが本堂みたいです。ここでお参りしていきましょう。うわびっくりした犬。寝とる、気持ちよさそうに寝とる。ごめんね。ごめんね、邪魔して。すごいな、お寺の中に、お寺の中で普通に寝てんのすごくない？なんか当たり前のようにいたけど、よく考えたらおかしい、よく考えたらすごいよな。めっちゃリアルだ。ちょっといくら入れるか分かんないから20バーツ。これに貼るんだ。紙でペタってやるっぽかった。ミスった。お参りできてよかったです。帰りましょう。猫ちゃんもいる。あら、帰り道がわからんね。ありがとうございました。ワットパクナムを出て、あてもなく歩いております。全然道がわからん。船だ。うわ、これ乗れんのかな。なんかすごい女子高生が多いんですよ、ここの。さっきね、向こうから来たんですけど、この近くに多分高校があるのかな。うわ、綺麗だな。コンビニで水買いました。イロハス的なやつ。コカ・コーラカンパニーって書いてあるから多分イロハス。うめえ。さあ、あてもなく歩いております。なんだなんだなんだ。え、なんかやってない？ああ、なんだあれ。なんかボール蹴ってた。ちょっと道わかんなくて怖くなってきたんで、タクシー呼んでホテル帰ります。今ワットパクナムから出て初めて Google マップ見たんだけど、あのホテルの反対方向に歩いてますね、これ。なんか通りでどんどん人少なくなるなって思ったら、タクシー全然捕まんね。タイの見知らぬ街に一人ぼっち、すげえ孤独だ。タクシー捕まりました。ここで15分待ちです。15分待ってホテルまで45分かかる。1時間ぐらいかかるな。今日は髪切れないかも。まあでも十分楽しんだし、いっか。もう疲れたしな。だいぶ歩いた、だいぶ冒険したわ。とりあえずタクシー来たらホテル戻って、なんか飯でも食いに行きますか。道路の塀に座ってます。今おばちゃんがスッと出てきて俺の隣にゴミを置いていきました。ここはどこですか？な
何人乗ってんの。すごいな。Thank you。あー戻ってきた。危ねえ。なんとか睡魔に勝ちましたね。よかったよかった。まあギリ勝ちってところかな。さあホテル戻ったよ。あーめちゃくちゃ眠い。ちょっと部屋でゆっくりしよう。いやー今日は歩いたな。あーこっちだね、こっちだ。あもう疲れてるわ。ちょっと1時間ほど部屋でゆっくりしてから飯行こうか。ただいまの時刻が夜10時45分、約3時間ほど爆睡しておりました。めちゃくちゃ腹が減りました。飯食いに行きます。果たしてこの時間にやっているところはあるんでしょうか。というかそうだそうだ、あのね今日洗濯したいんですよね。俺 T シャツを3枚しか持ってきてないですよ。あの最初に着てた分含めて。でこれね昨日着てた T シャツなんですけど、これなんで昨日着てたやつを着てるかっていうと、今日着てたやつがこうもう汗かきすぎてここら辺潮吹いてたからちょっと汚ねえなと思って、まあ、昨日のも汚いんですけど、とりあえずこれ着てます。明日のやつを着ちゃうとあのこれでね今から外出た時に汗がねかいちゃうじゃないですか。だから洗濯回したいんだよな。ここのホテルはねコインランドリーが、あエクスキューズミー、Where is コインランドリー、ランドリーアップ。おー Thank you。 ここだ、コインランドリーサービス。あ日本語で書いてある。10バーツ6コイン乾燥機と洗濯機かな。これが乾燥機で洗濯機か。あ埋まってますね。埋まってた。後で食っか。さあ意気揚々とホテルから出たいいものの何も調べていない。さあこの時間飯屋はやっているんでしょうか。あーでも結構やってんな、明かりついてるね。まあ言うてまだ23時前、意外とやってる。なんかねタイ料理屋とか昼に調べた時は9時までやってる店とかが多かったんだよね。ああいう居酒屋的なところはまだやってるね。焼肉バカ1台。これが夜のトンローか。いいですね。やっぱこう夜の街はワクワクするな。こんな時間まで屋台出てる。唐揚げ。ああなんか練り物かな。さあどうしようかな。なんかねえか。できればタイ料理が食べたいんだけど、なんかないかね。BTS トンロー駅まで来ましたね。この近くで今やってる店ないか探してみます。すぐ近くにやってるタイ料理屋あった。こっから歩いて1分だ。深夜3時半までやってる。すげえ。なんかめちゃくちゃ美味しそうだぞ。ここ行ってみよう。もう本当にすぐなんだけど、ここか。なんか55っていう店なんだけど、あれ？わ、ラーメン。あ、違うな。セブンの手前。これセブンイレブンよね。あ、やってない。マジか。おそらくこれなんだよ。やってないっすね。あれ？ストップサービスオン。ノーベンバー15、16、今日15日。ちょうど閉まってるタイミングだったのか。うわーショック。なんかね今さっき調べたんだけど、ここの牡蠣の卵炒めが絶品らしいのよ。うわーめちゃくちゃ食べたかった。そして俺の目の前はネズミが。どうしよっかな。あの一瞬でもう完全にタイ料理の気分になってしまっていた。日本の Google マップとかだとさ、結構すぐあの営業時間変わってたりとか反映されるけど、タイだとその営業中って書いてあってもやってなかったり、まあ、前回来た時もそうだったんですけど割とありますね。
まあこれはタイに限らず海外みんなそうか。あ、何これ。うわ、エビだ。え、これ焼いてくれるの。うわ、焼いてくれるっぽい。え、ここで食う。ちょっとね、席が空いてたら今の海鮮食おうか悩んだんですけど、席がなかったわ。このラーメン食うか。日本で一番人気、ここで食べてみますか。よし、あ、どう、あ、なるほどなるほど、オッケーオッケー。ちょっとカップル2人が席を探してて、俺の席が2人席でもう他全部満席だったんでお譲りしました。まだ頼んでなかったしね。ここにしようかな。あ、クローズしちゃった。ダメだ、怒涛に迷った。なんか居酒屋的なとこしかもうやってないわ。このね、目の前にあそこね、見えますかね、あれね、豚骨ラーメンって書いてあるのよ、九州。あれ行っちゃう。いや、豚骨ラーメンって気分じゃないんだよ。あ、何かないか。何かあるはずだ、俺の胃袋を満たしてくれるものは。とりあえずホテルの方に戻ってみる。なんかないか。結局10分ぐらい悩んだんですけど決められませんでした。でも最終集団の豚骨ラーメン屋に行こうと思ったんですけど、このね、この看板の裏、ここにね、店が隠されていたのを俺はさっき発見した。ほら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 、これこれこれ、タイ料理屋じゃないですか。ほら、ガパオだ。見つけた、タイ料理屋目の前にあった。うわー、うまそううまそう。どうしよう。すごい圧を感じる。早く決めてくれよと言わんばかり。これにするか。 This ゼロシュガー、ノーシュガー、ノーシュガー、コーク、ノーシュガー、シュガー、オーケーオーケー、Thank you。 やった、ガパオが食べれる。歩き回ってよかった。ネットで検索したらこの店出てこなかったからな、ラッキー。しかも食べたかった海鮮のガパオっす。めちゃくちゃ楽しみなんだけど。きたー、うまそう、シーフードガパオです。うまそう、タイ料理って感じ。いただきます。いただきます。うまっ、結構辛いな。めっちゃうまい。辛いけど昼間のほどじゃない、うま辛い。イカうま、こういうのが食べたかったんだよ。うめ、歩き回ってよかった。ご苦労様や。なんてお店かわかんねえけど、ごちそうさまでした。カレー。ヤクルト的なもの。あー、うめ。あー、くそ、カレー。やっぱタイ料理ってカレーな。あー、でもうまかったな。今日はもうホテルで洗濯物洗濯して寝ます。おやすみ。明日はタイ3日目、この次も絶対見てくれよな。かぼられる雰囲気が。来た来た、気持ちいい。
うわすげえ。ちょいちょい寄るな。ひょいひょい歩くのかわいいな。おおすごーい。なんでなんでなんで吹き始めた。うわーすごい。ちょろい人間です僕は。ちっぽけだよ君は。